じのび太くんガンダム00を2期8話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。なぜだ来た。なぜ僕と同じ容姿をしている。それは DNA が同じだからさ。来た。延期配列パターン、シャルナークと同じ声がハンター。まさか君はイノベーター、リジェネレジェッタ、リジェネイノベーター、レジェッタ、そうそう、イノベーター。頭に声が。おお。GN 粒子を触媒とした能量支配での感応能力、それを使ってのベーダとの直接リンク、遺伝子操作とナノマシンによる老化抑制、僕たちはユーリア・シュヘンベルグの計画に必要な存在だ。おお。まさか自分に同類がいることを知らなかったのかい。なぜ同類がいるんだ。どうやらガンダムマイスターである君にはベーダによる情報規制がかかっていたようだね。ああ、そんな情報が少ないよな。なら教えてあげるよ。この計画の第一段階はトレスタルビーイングの武力介入を発端とする世界の統合、第二段階はアローズによる人類意志の統一、おお、そして第三段階は人類を外宇宙に進出させ、来るべき対話に備える。えー、それがリオリア計画の全貌。宇宙に出すの。宇宙環境に適応した僕らが人類を新たなフロンティアに導くのさ。マジで余計なこと。要するにそれをやって何の意味があるの。支配させる、統一、世界の統一からのアローズがそれを強化するわけでしょ。もう本当にみんな完全にもう一色に染まろうぜっていうことを言って、でそこからの宇宙へゴー、宇宙へゴーっていう話だよね。宇宙へゴー、なんで何をするつもりなの一体。ちょっともう一回これ聞きたいわ。ソレスタルビーイングの武力介入を発端とする世界の統合、はい、統合ね。第2段階はアローズによる人類意志の統一、はい、そして第3段階は人類を外宇宙に進出させ、来るべき対話に備える。対話の意味がわからんわ。対話、誰と対話すんねん。普通に考えたらそれでみんな同じ方向に向かせて宇宙に出ましょう。なぜならばこの地球がもう使い物にならなくなるからとか、エネルギー不足しかり、いろんな話だよね。でもエネルギーがずっと言われてるから、エネルギー不足によってもうここ持たんくなるから、でそもそもずっと言われてるもんね、もう地球を出ないと我々は生き残っていけない、そういったようなことを言ってんのかな。この先近い未来、エネルギーが完全になくなってさらなる奪い合いが起きる、だから新たな場所へ行きましょうやつうことかな。それがイオリアの考えなのかな。ちょっと難しいけど、無くなる歪み、そうなのかな。刹那に続いて機体をこんなに仕上がって、おなおかつ彼女を連れて戻ってきたらどう。まあね、そうなるよね。イアンさん、寂しいの、寂しいの、寂しいの、かわいい、お、ね、寂しいの、少しね、あだいぶな、おだいぶな。あのマリーって子、超人機関出身なんだろ。おう、船に乗せて大丈夫なのか。当然やな。一通りのチェックは済ませたわ。それに、うん、アレリアには必要なの。なるほど。戦うための理由が。おお。つかぬことを聞くです。二人は恋人なのですか。テレテレテレ。乙女の感が当たったです。だって今の今の悪さ、用済み。用済み。クラウスたちは無事にたどり着いたか。あー、くさ。しかし連邦政府主導による中東の再編、アザディスタンの解体、マリナ・イスマイル。いやー、きついな。マリナ、マリナ様、家を失ったなもんやで。元気出して。家と家族をあげるから。おー、カロリーメイト違うか。ありがとう、ありがとう。つらいね。リジェネ・レジェッタ、リジェッタ。人類を新たなステージへ導くためには大きな波が必要だ。おう、そう、変革という波がね。そこに月が映るってまた気になるな。アローズの卑劣な行為を黙って見ていろというのか。変革は痛みを伴う。君たちだってそうしてきたじゃないか。君たちはイオリアの計画の障害となっている。僕たちは計画のために生み出された。僕たちの存在意義は計画を遂行し、それを完遂すること。月への移住、自分の存在を自分で否定している。
木星がエネルギー源みたいな感じだったけど、要するに木星からエネルギーを得て何かをするとかあるのかな。太陽のエネルギーもそうやし、木星のエネルギーもそうだし、それらのエネルギーをたくさん得てどこかへ行こう、それが今の映ってる月なのかな。あれでもちょっと前になんか月って映ったよね。どっかに移動してエネルギー対策解決。はてな、はてなダイアリー。あ、ちなみに僕本当に理解力ないんで、本当そこでごめんなさい、ね、たまにコメントでジョニキ理解してなさそうだけど大丈夫みたいな、基本的に理解しないですいや理解しようとしてるよ本当に、本当にできる限り最大限理解しようとしてるんだけど、それにしても難しいだよこれ本当に。なんでちょっとわからないところあったりするんで、コメント欄でいただけると本当にすごい助かりますっていう、コメントもらえるのが当たり前じゃないんで、そこはしっかりと心得ておりますので、本当にいつもコメントで助けてくれてありがとうございますっていうところで、本当にね僕の認識で合ってるかなみたいな、そんな感じですね。かなかな、西野かな。あー、ティエリアーで共に人類を導こう。やはり同じイノベーターとして。案内人だ。答えは急がないよ、また会いに来る。お、君と僕はいつでもつながっているのだから。ほう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 、誰が敵とかどうこうじゃなくて、イノベーター。そうか、計画を遂行する者。イノベーターだとすれば、自分の進むべき道は。イノベーション、そうやって自分を型にはめるなよ。死の子の言わずにやりゃいいんだ。お、自分の思ったことをがむしゃらにな。ロックオン。俺たちはイオリアのじいさんにガンダムを託されたんだぜ。ロックオン。これだと人類の敵となることが彼らのなんかミッションみたいに感じちゃうな。彼らがいなくなることで往来だし、世界がまとまるのも彼らがいるからこそ。なんとも言えねえな。あ、お似合い。フェルト。おお。ちゃんと紹介してなかったね。これからトレミーで一緒に暮らす。相馬ピーリス。4年前国連軍のパイロットとして私たちと戦った。おう、フェルト。その戦いで私たちは失ったの。クリスティナを、リヒティを、モレノさんを、そしてロックオンストラトスを。つれー。待ってくれフェルト、マリーは分かってます、彼女のせいじゃないって。でも言わずにはいられなくて。まあな、フェルト。わからんでもないよ、これが人間だわな。ごめんよマリー、でもフェルトにとってこの船のクルーは家族同然で、いい人しかおらんな。彼女にとってここは全てなんだ。マリナ同様だな、起きてることが。マリナも家族、家を失った。スミルノフ大佐の報告とはいえ。失礼します、大佐にお願いがあります。で代わりにね、私に任せていただけませんか。獣医である機関がこのカスタマーヘッドを、戦果を上げてご覧に入れます。そして周囲の仇も。ダメだ、とても承認できん。いいではありませんか。出た。グッドマン准将には私からも上申しておきましょう。ありがとうございます。代わりといってはなんですが、あなたに匿名です。匿名とは。少佐、これは護衛としてスミルノフ少尉を連れて行きなさい。この状況で欠員を2名出せばモビルスーツ隊が、代わりのパイロットは手配していますよ。何でもアヘッドをしのぐさらなる新型も来るとか。何、そうそう、補充人の中には大佐のよく知っている男がいるそうですよ。大佐のよく知るシュワシュワしたやつが。まさかこの僕がアローズに入隊することになるとは。え、全然ちゃう。これが新型。大佐。あ、やばい、そうだよ。来ちゃいました、あの男。よく知るって言って知らないやつが出てきて、シュワシュワした人出てくるのかなと思ったら、誰やねんみたいな感じじゃん。こう繋がってんのかよみたいなさ、はい、思っておりましたけど、リボンズの友達やろ。はい、ちゃんとシュワシュワしましたね。中東再編計画は完全統一を目指す地球連邦政府にとって当面の最重要課題です。おお。計画は完全統一を目指す地球連邦政府にとって当面の最重要課題です。民族的、宗教的に対立する国家間は連邦軍によって国境線を確保、事態の安定を図ります。また国内紛争に関しては、対立民族の一方をコロニーへ移住させることも視野に入れ。おいおい、むちゃくちゃ言ってるぞこの女。言ってんな。それでも世論は受け入れるでしょうね。マジです。みんな困らないからよ。太陽光発電と軌道エレベーター事業、コロニー開発で連邦の財政は安泰、その恩恵を受けて連邦市民の生活水準は向上し、アローズと保安局で反政府行動も抑えつつある。はあはあはあ、問題がなければ実害もない、文句なんて出やしないわ。で、害あるやつを投げるわけか。その中で一方的に命を落としている者たちがいる。そんな世界が正しいとは思えない。アローズを作った野郎だそいつが元凶だ。第二段階はアローズによる人類意志の統一。イノベーター、起きてるね。これを全部考えるイオリアすげえな。フェルト、ごめん。ダメだね、
私しっかりしなきゃって思ってもみんな優しいから甘えたくなって、ね、いいんだよそれで僕たちは家族なんだから。おお嬉しいな。機関はどこまでバカなのだ。アローズに関わるなとあれほど。アローズには自分から志願しました。おう大佐を守りたいからであります。おお。ここにいればガンダムと戦うことになる。死ぬことになるぞ。お言葉ですが自分は7度のガンダム戦を行い生き抜いてきました。すごいな。確かに仲間からついたあだ名は不死身のコーラサワーです。おお。それは当てこすりだ。不死身の、そうですか。不死身のコーラサワーいいな。それは当てこすりだ。当てこすりってどういうことや。そうですか。どういう意味や。まったく喜んでるけど。ないですよね。あ喜んでる。まったくだ。いいな。ダブルオーとアリオスの応急修理は一応済ませた。それより両方だ。支援機2機が完成したらしい。お。ツインドライブを万全にするためにも一足先に宇宙に上がり調整作業をしたいんだが。おおすげえじゃん。了解です。気になるね。イアンの代わりに整備を担当してもらえる？支援機。はいです。かわいいです。住民からの暗号通信だ。開いて。なんだ。皆さん今まで公に姿を見せなかったアローズの上層部が経済界のパーティーに出席するという確定情報を得ました。おお。後日その調査結果を僕もその提出に参加させてもらう。早い。ティエリオ本当の敵をこの目で見たいんだ。相手に俺らの正体が知られている場合も俺がバックアップに回る。仕方ないわね。その代わり私の指示に従ってもらうわよ。いいっすね。形にはなってるけどな。これでよろしいでしょうか。ですよね、絶対十分ですよ。絶対そうだと思った。絶対そうだと思った。これはもうはい。ですよね。フェルトさんこの前はごめんなさい。うん。感情的になってしまって。いえそんな。道案内人に支援者。あの皆さんのことを大切に思っているんですね。私の家族ですから。いい方向。まさかツインドライブの粒子放出量に機体が悲鳴を上げるとは。だがオーライザーがあればそれもカバーできる。出たオーライザー。現存するどのガンダムをも凌駕する機体になる。マジでマジでやば。おお金持っていたちがいっぱいおるな。おいああワン・リュミ15歳の若さでワン家の当主となった。すごいな。美しさだ。進化具合がやばいな。彼らはどこかしら。子供感がなくなったな。15歳なのに。おおスメラギさんの差し金かしら。お嬢様あちら。すごいなすごいな。マジでこれは我らがティエリア先輩ですね。これはそういうことやんね。そういうことやんね。あらら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 らスメラギさんの差し金かしら。俺が最初に思ったお嬢様女性っぽい。あちらここで回収。片桐。お、我がアローズの開発主任です。ビリー片桐です。おお、あなたが片桐司令の優秀であると聞いてますよ。いえそんな。そうかアローズ。あれがアローズの司令官だが彼が全て押し切ってはいない。本当の敵はどこにいる。でスメラギさんがな。うわーごちゃってんね。困ったもんだね。リジェネの勝手も彼はもう少し泳がせたかったんだけど。どう。なぜ私をこんなパーティーに。すごくかわいい。あなたはアローズ最大の出資者ハレビー家の当主だ。ここに集まっている人々は統一世界による高級和平実現のために尽力している。ただ彼らの協力が必要なのですよ。うわもちろんガンダムを倒すためにも。うわ解説になったら仕事に戻ってもいいでしょうか。マジか。協力が必要なのですよ。もちろんガンダムを倒すためにも。わお。挨拶が終わったら仕事に戻ってもいいでしょうか。ビックラポンすぎるわ。もちろんそれとお詫びと言ってはなんだけどソーマピーリスが乗っていたアヘッドあなたの上機となるよう手配しておきましたよ。さすがパワパラ。感謝します。パワープレイどんな言い間違いだよパワパラ。 VIP に知り合いがいるのか。少し縁があって。なんなら一番の VIP だよね。何か。いや何も。今の目線ちょっと気になる。し縁があって、うん何か。いや何も。孫にも衣装ということを覚えてんだろうな。それはいいご趣味ですね。ありがとうございます。今度あなたをエスコートさせていただきたい。え喜んで。すごいな声。権力にすがり声権を求めるクズどもが。もうすぐだよリジェネレジェッタ。すごいな声が完全に。え若干お胸にも見えるんですけど膨らませてるんですか。失礼。もそう見えるだけ。はじめましてリボンズ・アルマークと申します。わお一曲いかがですか。出たあの男が大ボス。せっかくの休暇だもっと楽しんでくればいい。そういうことに興味ありません、うん、これはあお隣さん
サジのお隣さん。うわーすげー、カレン殿、まさかそのような格好で現れるとは思わなかったよ。ヨリアの意志と、マイスターは男だと知られている。そしてハテナ、戦術予報士の指示に従ったまでだ。やば、君は日本にいた。ルイス・ハルビーよ、刹那 FCA。 俺を覚えて、珍しい名前だったから。やばいな、リジェネレジェットを差し向けたのは君か。まさか彼のいたずらに僕も振り回されているよ。イオリア・シュヘンベルグの計画を実行していると聞いた。信じられないかい。なら今すぐ君に返してもいいよ、ベーダへのアクセス権を。おおうまい、なんとも死のワルツって感じやの。アクセス権、君が掌握しているというのか。悪そう。少し場所を変えようか。おお、どこへ行く。仕事に戻ります。新型機の開発、はいはい、急がねばなりませんからね。いい男。ねえ、どうしてここに。仕事で来ている。どんな仕事。軌道エレベーター関係だ。そう、さらっと言いそうで怖いよね。マリナの時みたいに。ねえ、彼は元気。彼、ほら、以前あなたの家の隣に住んでた。サジ、クロスロードのことか。おっと、以前仕事先で偶然出会った。おお、本当に。ああ、コロニーで働いていた。ベーダを掌握しているというのは本当なのか。耳の声があるはずだよ。サジ君の、まさかスローネに行ったトライアルシステムの強制解除は。あれな、ということは疑似 GA のドライブを国連軍に渡したのも。はい、なぜだ。ソレスタルビーイングの壊滅は計画の中に入っていたからね。本来なら君らは4年前に滅んでいたんだ。そんな、わーお。そう、サジは空に、あ、ちゃんとしてる。夢、わあ、叶えたんだね。ちゃんとやってる。そう、ちょっと事故でね。君たちのせいで僕の好きだった人は傷ついて。点と点がつながる。すまない、余計なことを聞いた。いいの、気にしないで。すまない。そんなはずはない。僕たちはイオリア・シヘンベルグに託されたガンダムの GN ドライブを、トランザムシステムを。サジ、クロスロードに会った時、彼と会った時こう思った。彼は今でも君のことを。タイミング。ジミー。ワオ。イオリアにガンダムを託された僕は思う。君たちは間違っていると。そうさ。僕は自分の信じた道を進む。愚かだと言われようが、がむしゃらなまでに。いいね。どうしたんだ。いいね。かっこいいな。急に苦しみ出して。君はソレスタビーング。ああ！ダブルで線が繋がった。クソったれ。が。君は思った以上に人間に感化されてるんだね。あの男に心を許しすぎた。スメラギさんがじったんだ。計画遂行よりも家族の仇討ちを優先した愚かな人間に。おーおお、容赦なしかと思ったら、ワオ。リングケア、イノベーターよ。ワオ、これはまずい。この青年はソレスタルビーイングのメンバーだ。ケビ、最悪だ。大丈夫か、ジュニー。ああ、お薬がないと。ジュリー、うわ、君は鼻づまりを起こしてる俺みたいな。俺大変でさ、このお薬がないとさ、鼻づまりが4時間か5時間おきぐらいに起きてね、全くもって鼻で息ができんのですよ。あの口呼吸慣れてないから困ったものでね。多分だけど草木のアレルギーだと思うんだよね。他のところ日本住んでる時は一切なかったりとかしたんだけども、こっちに来てで一回、日本一回だけあったんだよ。なんか草木の周りに住んでる時にね、ガン詰まりして引っ越した瞬間に治ったんで、翌日には。多分ねアレルギーが起きてて、マジでこれないと分かんのだよね。だからちょっと頑張ってね、お金貯めてここから引っ越したいなと思ってるんですけどもね。安いんだよこれが、また安くて一瞬で治る。やったら1分以内に治る最強の鼻づまり治し薬。子供用です。大人用とかあるけど子供用をいつも使ってる。一切痛みもなくてめちゃくちゃいいです。ナリドリンっていうのね、ちょっと検索してみてください。めっちゃいいですよっていう鼻づまりの薬とルイスの薬を。ごめんなさいね、すいません。イオリア・シュヘンベルグは第3段階までの計画を練りながらも、第1段階の紛争根絶に執着していた。リボンズ・アルマークの計画か、ソレスタル・ビーイングの理念か、どちらにしても世界は変わる。うわー、すごいな。でもなんかリボンズ結局はヨリアの考えとはちょっとずれてるんじゃねえのっていう感じはするんですけどね。どうなんですかね、ちょっと気になるところでございますけど。ということで C パートいきましょう。すまない、俺のミスだ。バックル侍、見つけたぞ、刹那。よかったら逃げれて。世界の歪みを、そうさ、僕たちはガンダムで世界の歪みを破壊する。わからない、一瞬マジで
スローネの発展型、うわまさか、うわお、始めようじゃねえか。やばガンダム同士によるとんでもねえ戦争ってやつだよ。おお、スローネの進化、あーこの男がいた、この男がいた。やっぱでもリボンズは歪みだよな。まあまあまあ一点集中からのつのは分かるんだけどもね。いやなんとも言えねえ。はい、ということで今回はこんな感じで終了していきたいなと思います。最後になります。グッドボタン、チャンネル登録、ボタンよろしくします。いろいろとちょっと分かんないところとかあったと思いますので、そこら辺優しく教えていただけると助かります。よろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!